私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラガテのシャーです。ワールドラガマップ、本日は誰も教えてくれないシリーズ、卓球プロ選手が使う横回転サーブに対してめちゃくちゃ突き刺さるツッツキについてやろうかなと思います。めっちゃ難しそう。私はちょっとできないですというのもですね、ちょっとボール借りていいですか。はい。チキータがやっぱこう主流になってきて、はい、チキータを封じるために結構フォア前にサーブを出す人が増えてきたと思うんですけれども、男子の選手ってあんまりこういうサーブ出さないじゃないですか、うん、まあこれは多少出す人いますけど、やっぱりなんかこういうサーブが多いのかなと。このサーブ出したらこう返そうと思ったらどういう角度出します。これはこう、 こうですね。フォア前やったらこうですね。そうですね。これをこうやって返す人が増えてるんですよ。こう、はい、ちょっとそれをね解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。やっぱここでのサーブがすごく増えてると、まあ、私もやっぱ出しますね、ここに昔とは違ってやっぱここに出すことはすごく増えました。でそれをまあ我々の世代なんかはやっぱり角度を作ってしっかりこう返すレシーブがどうしても多くなってしまう、まあ、癖なんでね。でこれを今どう返してるかっていうところをちょっと1球まずやろうと思います。なんかカットマンみたいな。刀。突き刺さってくる。はい、突き刺さ最初の紹介みたいに突き刺さってるんですけれども、まあこういう感じで返してると、はい、まあ角度の作り方が違いますよね、かなり。はい。我々なんかちょっと昔の人間の中はこういうふうに角度を作って返すっていうのはまあ基本ですね、こういうふうに。うん。でこれはもちろん今現代だとここら辺にサーブ出してしまうとこう、ちょっともらっていい？やっぱりまあこういうのがあったりとか、こうね、選択肢として張本選手なんかこういってこうね、ピタッとストップ、うん、こういうのがのも上手いですし、やっぱりこう世界を見ても日本のトップを見ても全国大会とか見てもやっぱここでのサーブがすごく増えてると、まあ角度を作って返そうとするとまあまあやっぱ返りやすいんですよね。やっぱり返りやすいと。壁を作っているから。まあそうですね。あ、ごめんなさい。ただこれのまあいいところはやっぱ安定感がある、うん、まあ基本的にやっぱ入りやすい角度で返してるんで入りやすいんですけれども、回転がまあこうやって回ってきてると、回ってきてるところに対してまあこう飛んでいくから飛ばさないようにこう、うん、まあまあ角度も作って返すとボールとラバーが反発してどうしてもちょっとピョンって跳ねちゃうんですね。だから低くちょっとどうしても収まりづらい、基本的に。まあ もちろん低くすることできるんですけど、やっぱりこうなんていうかね、ふわっとしてしまう、どうしても。これをこう無理くり収めようとするとまあまあちょっとスピードが遅くなったりとかしてしまうんですよね。これだとやっぱトッププレイヤーにはちょっと効かない。これぐらい浮いてしまうとギュッたり、あー浮いてるみたいな感じで捉えられてしまうんで、ちょっとこの反発を生かしたレシーブだとどうしてもちょっと時代遅れかなと、はい、時代遅れかなと私ただ癖づいてないんでできないんですけど。早っ。これやっぱり反発を使わないレシーブですよね。じゃあ反発の反対の言葉ってなら吸収、ちょっとわかんないけど別に吸収はしてないんだけど、まあ、回転になぞって返すっていうような形ですね。じゃあ流しみたいな。まあまあそれに近いです。はい、まあ、それに近いですね。この反発がこう ないと思うんですよ、こう余韻みたいな、うん、そのままこうスンッていきそうな。すいません、ここら辺の用語誰か書いておいてくださいちょっと分かんないです。吸収ではないと思うんですけど。だから落ちていくラバーで、ラバーっていうかボールが落ちていこうとする力をうまく使うっていう感じ、うん、でここら辺を応用していくと、ストップあるじゃないですか。ストップもやっぱり我々の世代だから角度を作ってとか、まあ、打点を守ってっていうような形でやるんで、まあ、よく見える、まあ、ちょっとポヨってなるんですよ、やっぱりちょっとポヨってなるし、あのね、後々ちょっと体験してほしいんですけど、ちょっとね球が進むんですよ。ストップなんですけど、まあ、ツーバウンドしてるけど進むんですよ、やっぱり。
でちょっとこれをあのさっきの形でやるとまあもう違うっすよね。違うでしょ、バウンドしている回数が違うでしょこれ。あ、今のは違う、今のはごめんなさい、触り方見せました。違うでしょ。こういうのが今すごく増えております。おー違う、はい、違いますよね。全く同じツッツキ、同じストップっていう技術なんですけど、こっちのツッツキストップなのかこっちのツッツキストップなのか、全くこう進んでるルートってなんか全然違うように見えてると思うんですね。ちょっと昔の選手はちょっと対応できないですね。やっぱりそのサーブ来ちゃったらやっぱりどうしても無意識にこう角度作って入れに行ってしまいますし、そういうレシーブされたことないんで、おそんな来るんかっていうような状態にはなってしまうと。ここら辺がやっぱりこう世代交代っていうか、やっぱりその前の世代にあったものじゃないものがもうやっぱ来てるんで、そこがやっぱなかなか対応が難しいですよね。こういうことなんですよ。でもやってるっすね、確かに。やってるでしょ。テレビを見るとよくやってる、うん、し、やっぱマロン選手とかもこういう取り方をすることがまあまあ全部ではないですけど結構あるかなと私は見ております。でもなんかそっちの方が見てると窮屈そうですよね、すごく。うん、あのね、そうだね。やっぱこうやって曲がってきてるのに対してこう取ってるわけだからすごい窮屈そうやけど、いいレシーブができる、ね、そう、いいレシーブができる。すごい違う、これは違うでしょ。ツッツキは突き刺さるし、ストップはビシビシに止まるという、めちゃくちゃいいですね。ただやっぱりあのこの流れの中でうまく回転とか球のスピードになぞっていかないと、どうしてもこう回転を遅く振っ、まあ、遅く触ってしまって受けちゃうってことになると一気に難しくなる。まあまあ一気にこう、ね、これは受けちゃいました、同じスイングしてるんですけど遅く当たったから受けちゃうと。だからこういう時はある程度早くとか、この球の球のスピードに合わせたぐらいで振らないと、球のスピードよりもラケット遅くなっちゃうとこれ飛んでっちゃいます。まあこれをまあ応用すればもちろん左利きのサーブ、ちょっとじゃあ左利き出してもらっていい、あのこの順のサーブ、まあここら辺もやっぱマロン選手めっちゃうまいですね。やってる。本来であれば、角度をこういうふうに作ってこうとか取るんですけれども、まあストップですね、こうとか、まあ単純に言えばこういうふうにレシーブ、まあこれ一番簡単なんでやっぱ分かんない時こうやった方がいいんですけど、ちょっと分かってきたらすごいな、なんか違うの、なんか違う技に見えるのあのちょっと違うかもしれないです。左利きのこの関係に関しては違うかもしれないです。ちょっとバックでだってこうやろうとすると難しいもん。あバックでこうやって、これはちょっと難しいそれはちょっと違う、これはちょっと難しい。でも丸は大丈夫、めっちゃうまいんで、こういうのも本当にうまいですね。やっぱここら辺の台上の差し合いがうまいからこそ、まあ世代ではもう30とか31ぐらいなんで、丸も僕が33とか34なので、そこが一番上の世代って今考えた時に第一世代、第二世代ぐらいだと思うんですよ、マロンは、で、今のこの若い選手、まあ張本選手を1つとしたら16、7、8なんで、もう多分第5世代ぐらいまで行ってるんですけど、そこまで対応するってのはやっぱ非常にすごいことだと思います。いやでもうまそうなストップや、それボールの回転とこのラケットのラバーの使い方がうまいような感じだよね。こいつやるぞっていう感じのストップよ。はい、今回は紹介という形になったんですけれども、はい、なんとなくこの世代が、まあ、若い世代になかなか勝てなくなったりするっていうのはやっぱ新しい、同じ技術なんだけどちょっと違う風になってる技術とかが増えてきて、でそこ変わってくるとまあまあ違うんで、まあ、そういったのがこうどん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 下の世代なんかはそれを踏まえた上で進化している。で我々上の世代はそういうボールを取る機会がやっぱりどんどん減ってくるんで、ついていく側になる、うん、でそれをいざやろうと思うとか取ろうと思うと結構その練習が必要になってくるんで、やっぱ難しいなっていう、世代交代っていうのは仕方がないことですし、
むしろニュースターがいっぱい出てくるっていうのは卓球にとってはすごくいいことだなと。実際技術見てどうですか？いやなんかすごい分かりやすかった。そのなんか何気なくそのテレビとか見てたけど、あその技術かと。そうなんかあそうやっていうそんな風にこうは撮ってないみたいな、うん、確かに言われてみればそうやって撮ってる、こう撮ってるみたいなね、こうじゃないわみたいな、うん、のはなんかすごい分かりやすかったから、うん、いいなと思いました。ありがとうございます。ちなみにちょっと女子選手だとこっちのサーブがね、はい、多くなってくるんで、これをまだこう撮ったりっていうのはちょっと少ないかなっていう感じです、うん、まあ男子だったらこっちのサーブをさっきみたいにこう撫で切りみたいな感じだったり、うん、あの YG ですね、 YG ファンジョンドンとかはやっぱりこう取ったりしてるんで、ちょっとそこら辺注目してもらうと、うん、あれ卓球チブクでやってたやつだみたいな感じで見てもらうと、うん、こう分かりやすいのが、あめちゃくちゃストップ止めに行ってるとか、めちゃくちゃ突き刺しに行ってる、あ今ビビってるからこう角度で入れに行ったなみたいな、そういう風に一つ一つの技術の違いなんかが分かってくるとすごく面白い、見てても面白いですね、見えるのかなと思います、うん、というわけで、まあ、今後の、まあ、今後というか今旬な技術なんで、まあ、これを使えることも大事ですし、これに対応したするっていうことも知っとくっていう、まあ、まず知っとくっていうだけでも全然いいです、ね、まあ、一級できるだけでも全然違うんで、まあ、何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。5000円よろしくお願いします。